first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become?皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もコナンエグザイルズの続きの方をやっていきましょう。はーい前回ね、前回何だったっけ、前回あれだね、村人ね、村人なんだけど、まあ奴隷ね、はっきり言ってしまうと、もう仲間がねちょっといなくて寂しいぞ。まあ拠点をねちょっとだいぶね、まあ拡大しましたんで、ちょっと一人でここでね生活するにはちょっと寂しいなと思ったんで、まあねいいとこから奴隷たちを連れてきて、まあ村人としようという感じでね、まあなんだろう、いろんなところからね、まあ、連れてきたと、まあ誘拐でした。いろんなとこっつっても一人か連れてきたのは、まあなんですけどね、まあ裏作業で、まあ言ってましたね、前回もね。まあ裏でちょっとね、まあ何か連れてくるぞと、まあ、いう感じで連れてきました。ね、何見えるかなちょっと行きますか。いやーいやー皆さん。というわけでね、結構連れて帰ってきましたよ。ごめんなさい、ちょっとね、なんか喉の調子悪いみたいな、うん、なんだ、あそこのね、地図っていうところのここかな、うん、ここですね、うん、まあここね、必ずネームドの、まあ、NPC が湧くんですよ、一人。まあ、なのでね、毎回連れてきてたらこんな数になってしまいました。タルマンはタルマンのね、あるんです、この辺りに。どこだっけ、タルマンの、タルマンの八重地、ここね。ここにまあ必ずいるんで、タルマン。ね、連れてきたと。冬打ちのヌルス。そして、一撃必殺のクルス。名前似てんな。兄弟かもしれない。ヤリネのガルかな。そして殺人シャンノス、彼は野獣ヌーリク。誰かいる、なんか、まあ、今はいない。そしてこちら強奪シャーナ、破壊のクラエドフ、キンメリアのアルノス、こちら見たね。そして、そして刃のテッサー帰ってきたね。でね、前回連れてきた狂人シリア、槍の使い手だね。とまあこんな感じでだいぶ、うん、仲間が増えましたよと
いう感じなんですよ。でね、ちょっとね、頑張って、こっちのね、これね、セペルメル、遺跡探しの町セペルメル、そして、ね、ニューアサガルズ、ね、この2箇所にもちょっとね、まあ、ちょっとだいぶしんどかったんだけど、何回も死んでね、やり直した感じなんだけども、まあね、ここにね、ここのね、あの市長が木工のネームだったらしくて、俺、前回ね、前回ってこともないか、ね、前のオンラインでやってた時は、木工のネームが見つかんねえぞと。だってね、だいぶ苦労したんですけども、ここにいるんだと。まあ、いうのでね、もう早々に連れてきてしまおうと思って、ちょっと頑張って行ってきました、ニューアサガルズ。で、セペルメルもね、なんだ、鉛の実の、ね、何ちゃんだったか忘れちゃったけど、まだ向こうにいるか。鉛の実のなんだっけ、ディアソださ、デイアンね、彼女です。髪型とかね、変えられるんで、ちょっと変えてあります。そしてニューアサガールズの主張は今木工台でギコギコやってますよ。この方、主張アルビドアルビドか。なんかね、正解鋼の違うな、あるか、正解鋼の弓ね、これ完璧な正解鋼の弓、これ多分一番強いやつでしょ。そしてこちら、完璧な硬化鋼の弓、その一つ手前のあれだね、ランクのやつだね。まあ完璧な弓シリーズも全部作れるんですよ、大体。まあなので弓をね、メインにいずれやっていこうという私ですから、ちょっとこれで準備が整ったんじゃないかと、弓に関するね。そしてこちら、報復のイーニゴ、彼なめしの方だね、どこで連れてきたのか忘れちゃったけど。そしてこちらが勇猛のブラッキー、ブラッキーはあれだね、ここですね、ブラックガレオンにいました。そして皆さん、今回もね、フレアが多分この今連れてきた NPC の中で一番強いかな。やっぱニューアサガルズにいるね、NPC は強い、ご覧の通り HP が4725、まあ強いわけですよ。で、今日はちょっとね、もう一人ね、まあ、必ず湧くニューアサガルズ方面にいるね、強いやつがいるんですよ。な、場所だけは調べてきたんだよね。リアンだ、そう、リアンの見張り台、今日はここに行ってリアンを連れて帰ってくるみたいなことをできたらいいなと思っております。で、まあね、ちょっとリアンはもう必ず連れて帰ってくるという目論みがあるんで、ちょっと最後に行って、ちょっとまあニューアサガールズどんなもんかというのをまず、まあ、見ていきたい。で、なんか NPC ね、ネームドの NPC 他にもいるようだったら、ちょっと連れて帰ってこれないかなという感じでね、今一回ニューアサガールズに行きましょうと。いう感じで、帰りにリアンの見張りたい。まあ、ニューアサガルズになんかいたらね、まあちょっとそこで連れて帰ってこようかな。ちょっとね、ニューアサガルズにね、なんだろうな、この辺りにちょっとね、一回仮拠点作りたいんですよ。で、そこに、なんだろう、苦難の輪作って、ちょっとね、ここで改心させて、まあ、連れてくるみたいな形が取れたら、まあニューアサガルズにまあ作ればね、この辺りのね、ここにもあったね、なんかね、うん、まあ NPC たちをまあここで一回改心させて、ちょっと遠い旅になる、まあこっちの本拠点に帰ってくるみたいなことがまあできるんじゃないかなと思ってます。なので今日はちょっとね、ニューアサガルズに行ってですよ、
まあ、仮拠点ちょっとさだっと抑えて、うん、まあ最終的にはリアンを連れて帰ってくるという感じにしようかなと思っております。というわけでね、じゃあ早速なんですが、まずクナノワン持っていこうかね、ここで作って、うん、ちょっと待ってね、クナノワンはどんなもんだったかな。もう少し、ああここだ、これだね、これだね、一番ランクの高いやつこれだ。レンガと生成木材、鉄の補強材、紐ありそうだな。じゃあこれね、なんだっけな、これ、うん、あの緑を、あのガーデニングみたいなことができるよみたいなセットを作る作業台、これモッドですね。あとね、あの使用でアイテム分解するみたいな作業台作れるようになったはずなんですよ、分解作業台。じゃん、普通に作れんの。で、いらないアイテムをここで分解して、まあ、素材に変えるみたいなねことができるようになったと。どこだ、これだね。鋼とレンガ100個ずつか、やれないこともないよ。鋼こんな変わりったかな、いけるじゃない。鋼とレンガを追加して、これでいけるな。あ、ちょっと待って、取れてなかった、これも作っちゃおう。分解作業台、これでね、あのいらないアイテム拾ってきた時にここで分解できるっていうのはなかなかいいですよ。さてと、なんか作らなきゃいけないなと思ってたやつがあった気がする。あれだ、あの仲間たちへの食事供給のためのこう釜みたいなやつね。あれどこで作るんだっけな。あ、木工だ。鉄が足りない、鉄は作れます、はい、鉄は足りてなかった。なんで、まず分解作業でどこに置くかね。サイズ的には結構なデカさ。表かな。こっちは結構いっぱいいっぱいだな。中行きますか。こんな感じですか。ここかな。なるほど、いらない武器を入れておけば分解してくれると。ちょっと試しにやってみますか。カトラスとかヒペルポリアの腕当て、アキロニアの条件もいらない、
この辺りでも使えそうだね。これをこれはもう入れとけばいいのか。お、これできないの、これできないんだなんで、できるもんとできないもんがあります。そういうことでしたか。さてと、食事台をどっかに設置したいね。みんなが集まりやすい。まあでも彼らは大体ここにいるかな。いやでもね、あの中心地に置かないとみたいのがあって、これ範囲があるのね。あのなもんで、範囲外になっちゃうと食事が供給されないみたいなことがありますので、ここに置きましょうかね。ここだ、うん、まあここにちょっとこれぐらい、あ、もうちょっと入れてやった方がいいな。あれ、これを、分割で、これ入れてやる。ちょっと贅沢だなそしたら彼らに行き渡っていくと、そのうち勝手に放り込まれますから彼らのね懐に。あら、来た。まあこんな感じなんで、ほっとけば勝手に食事してくれるよと。で、我々がじゃなくて、で、私が一人一人に、まあ一つずつ渡すみたいなことしなくても済みますという感じです。よし、じゃあ、苦難の輪も持ったし、川、そうか、余計な素材持ってる。よし、じゃあ行きましょうか。ね、よし。いざ、ニューアサーがあるぞ。試しに誰が連れてく？いや、やめといた方がいいな。行き道は川を、まあ上にね、まあどんどん登っていくと、この辺り着くんですよ、サバンナの左側。こっから入っていくのかな、本当の入り口。寝具作るの忘れちゃったな。途中でちょっとやっていきましょう。あ、そうだ、食料問題があるわ。向こうで、蔵向こうで、あの苦難の輪作ったところで、そこに入れる食料がなんか、だいたいまだスタミナがない。来れないんじゃなかったかな。来れないね残念でしたね。まあこれぐらい持ってりゃいいでしょ。おっ、今ワールドボスみたいなのがだいぶ追加されたみたいだね。
まあそこにいるあのネームドの NPC が、ね、あの前回ね言ったネームドの NPC 湧くようなところも、あれも一応ワールドボスの追加というところで、まあそこに毎回湧くようになったという感じなんですよ。ありがたいね、逆にね。いろんなところで探してね、あのなんだ湧くまで他の雑魚倒して湧くの待ってみたいなね、そんなことしなくて済むようになってありがたいですよ。まあでもね、連れて帰ってくるのなかなか大変、連れて帰ってくるとか、あの気絶させるの大変なんだよね、ネームドの NPC は。まあでも仲間にしたらね強いから、そこはもう頑張って。どっか上から開けたっけ、この道でパーって行ってここに上がってこれたりできるのか、ちょっとチャレンジしてみる。いつもの道行っても面白いからね。上がれるとこないかい、こっちの方上がれそう。なんかあるよね、上にね。お、あるじゃない。なんか雰囲気あんな。完全に上がれるなこれは。よし、あっちも気になるな、そうなってくると。いけるよね。うわー高い、落ちたら死ぬな。すっごいな、こんなものどうやって建てたんだって感じだね。人力でどうにかなるもんじゃないでしょう、この大きさ。あら、これは先がないかな、もしかして。あー、ないな。残念。ただ帰り道はらだ。ちょっと待ってね、行けるかな。ほっ、たぶーい、危ない。そっ、よし、ここで一人よし。あとは楽勝だな。よし、
降りるのは楽上がるのは大変だけどね。でここだ、あれだね、あそこの下から入れるはず。どこ行った？何それびっくりするわ、そんな飛んでまあいいや、おかしいよな。でも100個か、あ、でも普通に熱い獣が手に入ってるからいいか。あ、子供の災害連れて帰れなかったかな。あ、連れて帰る。発散が使い切っちゃった。ティロスの小道、これがティロスの小道。これは？え？こっち側に行く道あるのか？ないね。ここに出てくるのか、結局。あ、そうかだ、もうあれか、ついてたのか。なるほど。が暗くてね、わからんのですよ。いやー暗いよ、この暗さたまらないね。この辺りの木はね、あの切るとね、木材はもちろんだけど、ご覧の通り樹脂、樹脂も取れるんですよ。だから乾燥させて、乾燥帯で乾燥させて樹脂取るみたいな作業が必要ないわけ。ここだと普通に木を買ってれば断熱木材に仕上げる素材が揃ってくる。ありがたいよね。だからここで木造建築するのはすごいいいらしいです。狼の鳴き声が聞こえるよ。さすがに朝に建築したいかな。雷がありがたい。なんかでもこの世界の雷ちょっとチャッチーなもうちょっとなんかねえしっかりしたやつ欲しかった。岩山越えたいんだけど、上がれそうなところないかな。あ、ここ行けそう。頑張ったらいけそう。暗いです、ごめんなさい。ここ頑張ったらいけそうだね。あ、じゃあちょっと重いな、なんかちょっと捨てよう。サイの幼体だよな、そうだな一番大きいのは。まあ別にサイをペットにするつもりないからちょっと返しちゃおうか。よっ、暗い暗い。
暗くて何が行われてるか全然わかりません。いけたみたい。なんか建物みたいなあった。君はノルマ、ノルドヘイムのなめし職人。ああ、そっか、立て構えちゃうと。ごめんなさい。ごめん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 。なめし職人と戦士と君は。あ、この人もちゃん職人だ。なめしのなんか作業所なのかな、ここ。やっぱりアサガルズに近いところでっていうのがありますから、ね。こっちか。やめとけやめとけやめとけよ。死ぬだけだお前か。暗くて見えない。よし。来い。この これアサガルズだね。この辺りズームできなかったっけ。これもこの辺りに作りたいね、水場の。よし、ちょっと明るくなってきたぞ。あそこだな、息が見える。いるぞ誰か。湯見て。ただなぜか見つからなかった。ごめんなさい。あなたはなめ職人。これなんで、なんでイカかわしてくるけど攻撃はしてこないぞ。してくるか。はい、痛い。諦めた。こいつ当たんねえっつって。あんまり頭は良くないんだね。やめてやめて。争う気はないんだ。おっと、オオカミだな。痛い、やばい、やばい、やばい、痛い、やばい、マジか。ミニアツで死にかけた。怖え、痛い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 。ごめんなさいごめんなさい。あ、危ない危ない危ない。あー怖い。怖い怖い。いやー寝具作ってねえからな、どうにかしねえと。このまま朝を待っとくか。これはちょっともうこの辺は明るくなるまで待とう。どうにもできん。あ、そこにいる。これ下にはじゃあもういないな。よし、怖かった。
この辺りに拠点を作るって言ってるんだけど俺は。どうしよう。見つかったな。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ。お母さん、お母さんは違うの、お母さんは違うの。よし、よし、よし。ああ、周りを。子供を連れて帰りたいな、これは。これだ、これだ。よしよしよし、帰ろう。取れた、取れたー。狼用体キュート。属性にキュートってある。2匹ぐらい欲しいんだけどな。平らな場所にとりあえずポンって置きたいな。よし、よし、よし、行きましょうか。基本的にはあんまり戦わないで行きたいんで、神いるだらんよ。They're coming。 あ、引っかかった、引っかかった、やばい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 、これやばい、これやばい、これやばい、やばい、やばい、危ない危ない、よし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 、一回退避、一回退避、一回退避。やばい、スタミナがない、スタミナ、スタミナがない、ちゃい。怖い。怖い。まあこんなですよ。こんな感じなんだけども、頑張ればなんとかなるから。まずね、屋根の上に上がらなきゃな。よしよしよし、上がれた。弓手が収まれば、あとは大ブラック。おい、いっぱいいた。ごめんなさい、ごめんなさい。まだまだ中にいるな。カジシだな、この人。
なんで一回あそこに逃げんのみんな。矢がない。矢がない。めっちゃ来た。ダメ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 。一人一対一だったら全然いけんだけど。あれどこだ出口。こんな感じで1対1だったらまあ負けることないんだけど、多勢に無勢よ。クラナで狼よ、やだ狼よ、やだ。行くか、リアンのところに。なかなかどうしてうまくいかねえな。ちょっと暑いからエアコンつけますよ。ダメだ。リアンのところにどうやって行くんだ。逆側だったな。ないか。ここ上がれない。あ、ここに行けそうなとこある。まずはね、どういう作戦を取るか。まあ一人ずつまあ締めていくんだけど、どうやっておびき寄せるかだよな。
あれじゃないかな。あれ違うか。冷酷の刃だ。あれだ、あれ、あの塔。まずは一体ずつ。よし、来い。まずは来た。監督さんか。まずはこいつと捕まえて、あそこの監督にすればよかった。よし、これはティーポット。いや、鋭いや。あとはもうリアンだけ。よし、よし、やろう。避けれないんだ今、足だもんね。うやー、危ない。
危ない。あー危ない。おい、やべえ。いやー、踏み込みすぎた。よいしょー。よし、ちょっと待ってる。よーし、トライだぞ。よし、でどうやって帰ればいいんだ。そんなに遠くないね。遠くないけど上だな。一回上に上がるか。どっから上がるんだろう。上がれないよね、これ。いけんのかな。いけそうだもん。あ、いけないな。いけないな。捕まらないといけないな、これ。下から行こう。敵がいないうちにちょっとアイテムなんか手に入れてもらう。大したも入ってない。下から回ってかなきゃダメだな、これ。下から来ればよかったんだよな。ビヨーン。
あったぞ。オカミがいます。オカミがいるんです。おい。まずはリアンを放り込もう。へっ、よし。あ、大丈夫だった。大丈夫なことはないのかな。よし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 。ここにいるやん。で、めっちゃ狼来てた。子供もいるね。やるか。一匹ならやれるだろ。痛い。二匹無理。二匹は無理。怖い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 。迷惑な話だね、ここの部屋っていうのは。うるさいね。めっちゃ囲まれてる。飛び込むか。よし、来い。よいしょ。これまい。いや、恐ろしいところに作っちゃったかな、これもしかしたら。向こうでいいね。向こう側にいようか。よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。とりあえずね、まあ次回までには多分リアンがね、改心して私の仲間となっていると思うんで、まあ連れて帰ってまた別の冒険に出ましょう。というわけで今日はここまでにいたします。お疲れ様でした。ゲームさんなら、お疲れ様です。